姫路市から高知にかけての播磨灘西部沿岸で採取した養殖の牡蠣から基準値を超える貝毒が検出され、県は漁業組合に対し出荷の自主規制を要請しました。県によりますと、姫路市、辰野市、相生市、それに赤穂市の4つの地点で先月30日に採取した養殖の牡蠣から基準値を超える貝毒が検出されたということです。県は先月30日以降に出荷された牡蠣を回収するよう指導するとともに、漁業組合に出荷を自主規制するよう求めています。播磨の冬の味覚として人気の牡蠣は、播磨灘では例年10月から4月にかけて出荷されていて、12月に最盛期を迎えます。最盛期入りするこの時期に貝毒の基準値を超えたのは初めてだということで、漁業関係者は水揚げした牡蠣を海に戻すなど対応に追われています。牡蠣を揚げ取ったんやけど、ほんだらもう出荷停止になったから、それをまたある程度大きいんだけ選んで、で海の中へ、まあ1週間以上したら抜けるようから、20日ぐらいから出荷できたらギリギリ年末ね、正月越せるかないう感じやけど。出荷の再開には3週連続で基準値を下回る必要があり、早くても今月20日前後になるということです。